こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中。2025年大河ドラマ決定、べらぼうスタジオ映画の夢話。どん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 、難期賞、この私も知らなかったんですが、27日に2025年の大河ドラマが決定したと発表されています。なんで今回は、まあ、今わかる情報の形ではありますけれども、このべらぼうスタジオ映画の夢話についてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、4月27日に2025年の大河ドラマが発表ってことなんですけれども、この年はラジオ放送開始100年、つまり放送が日本で始まって100周年ということになるようです。記念すべき年にこのべらぼうが大河ドラマとしてプッシュされるということになります。べらぼうスタジオ映画の夢話というタイトルになるわけですが、基本的には江戸中期の歌麿や写楽といった浮世絵師や作家を個性豊かな才能を見出しつつ、次々に世に送り出した出版人スタジオこと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描くというのが今回のストーリーのまとめになります。主演は写真のように横浜流星さん、脚本は森下芳子さん、隣の方が森下さんですね、はい、でちなみに森下さんは大河も女城主直虎に続いて2作目ということになると同時に、今同じ NHK でヒットしてます大奥であるとか、うん、世界の中心で愛を叫ぶありましたね昔、はい、世界中ってやつですね、こういうようなものも、森下さんが手掛けた作品ということになって、気鋭の作家という形になります、うん、まあ、制作統括の藤波秀樹さんと並んで今回27日記者会見が行われたという形になります。どうですか南紀町、スタジオ蔦屋重三郎って誰とか、レンタルショップですかとか、本屋も多いですよね、はい、最近は代官山にでっかいやつがとかそういう意見が出ちゃうと思うんですが、ちなみに蔦屋っていうレンタルビデオとか書店の大手は、蔦屋っていう形では蔦屋重三郎説もあるんですけれども、これは実際には創業者の増田宗明氏っていう方のおじいさんがいて、この方のビジネスが蔦屋という屋号だったんで、そのまま蔦屋って使ったとも言われるので、スタジオとは関係ないかもしれません。とはいえ蔦屋重三郎っていうのは知る人ぞ知る、まあもちろん知らない人はあんまり有名じゃないかもしれませんが、さっき申し上げたような江戸中期の出版人のビッグな方です。で、もともとは江戸吉原の勤め人の子だったんですけれども、幼くして両親と引き別れてしまって、引く手茶屋、前ありましたね吉原のやり方とか、ああいう引く手茶屋の養子になります。まあ養子というより引き取られたって感じでしょうね。ですから血のつながりを超えた人のつながりの中で吉原とかで育まれたり、吉原再建っていうガイドブックがあるっていうのもその時の動画でやったんですが、これをいろいろ手掛けた中でスタートして、貸本屋から身を起こして書籍や書籍の編集出版業を始めます。当時はメディアといえば出版ばっかりですから、現代で言えばメディアプロデューサーのような形でビッグになった方だということができると思います。スタジオが世に出た時代は田沼意次の時代、自由な時代ですね。ここに奇病死本という挿絵を豊富に使った書籍をプッシュしたところ、大ヒット連発、江戸の出版王まで成り上がります。すごいすごいですね。しかもこの世の中動きが少ない時代に今と違いますから、急遽ビッグになるってことはやっぱり相当凄腕だったということが分かると思います。そんなスタジオはさまざまな個性豊かな才能を見出して、それがスタジオを現代に名を残すことになりました、つまりスタジオ自身が絵が描けるとか文才があるではなくて、スタジオ自体は才能を見出して育てて、こうやったらいいんじゃないの、やってみてよっていう、非常にそういうのがうまかったり面倒見が良かったり、当時は今より食うのが大変ですから、そういうようなところにスタジオの価値があったとされています。しかし完成の改革という形で田沼が失脚した後は、松平定信による真面目な改革が起こっちゃうわけですよね。そうすると結局はこういう娯楽系っていうものは不真面目であると、質実剛健ではない、急に、まあ、人々の娯楽としては意味があるけれども暮らしていく上では必要不可欠とは言えないということで結構弾圧されます。スタジオもご多分に漏れず処分されるんですが、スタジオは筆の力で戦い続けた。しかもこの自由に生きる、そしてこの人はあと狂歌が得意だったんですね、はいはい、狂った歌って書くやつですね。狂歌っていうのはご存知だと思いますけれども、俳句に季語がないのが川柳、和歌に季語がないのが狂歌ですから、結局は季語
本がないってことは政治風刺をしたり滑稽なことを言ったりっていうようなことが目的で、例えばこの映画スタジオさんなんですが、真面目なる向上って書いてますが、日頃は真面目じゃないということですよね。それと同時にこのスタジオさんはいろいろ向上を述べてはおるんですが、最後に版元ツタの絡まるって書いてありますね。このツタの絡まるっていうのは教会におけるスタジオさんのお名前、ツタの絡まるチャペルで祈りを捧げたとか、ペギー葉山さんではありませんね。まあそういう昔昭和にはそういうのありましたけども、はい、ツタの絡まるという名前で教会とかも、まあ、才能をやってたってことは、自由さと政治風刺っていうものについてはいろんな考えのある方だったとされていますので、それがやっぱ当然当局からするとざーけんなとか真面目にやれとか秩序を乱すんだよ風紀とかお前がとか言われそうですよね。そうす、昔の真面目な小学校で怒られてる人みたいなそういうような感じになってったんですが、それでも彼は屈しなかったってところがまた一つの現代的ポイントになります、そんなスタジューさんが見出した才能たちをざっと言うと、北川歌丸、この人は有名ですね。後でも絵出ますけど、美人画で名を馳せた方ですね。で、三刀教伝、これ三刀教伝と覚えちゃうんですが、はい、三刀教伝さんなんです。三刀教伝さんなんですが、三刀教伝って言い方しますね。これはシャレ本、下作者、浮世絵も描きました、この人もスタジュー同様完成の改革で手鎖の処分を受けたりしましたが、本業は商人、ビジネスマン、だからもう本業を持ってたと。今度は極低罰金、滝沢罰金とも言いますが、この方は南宋里見八犬伝って知ってますよね、はいはい、8つの玉を集めるっていうドラゴンボールにこうその後こう移行された元ネタといいます。その南宋里見八犬伝とかを書いて、江戸時代なんていうのもいろいろありましたが、出版がこのように盛んになってくると、原稿料のみでこの人は生計を立てられた最初の作家だとも言われ、次は十返舎一九さん、この人も晩年まあ面倒を見たっていう形で、まあ、NHK では取り上げられてましたけれども、ホームページで東海道中膝栗毛、やじさん北さんの道中ですね、有名ですね。こういうものを書いて、この人も流行作家になった方ですね。何よりも最終的にはこちらの絵にもあります、浮世絵の最大のスタートされる東秀斎写楽さん、未だに東秀斎写楽さんはなんて人だかよく分かりません。この人だったんじゃないのとか、阿波の藩のお抱えの能楽師だったんじゃないのとか、いろんな斎藤さんっていうね、そういう人だったんじゃないのとも言われてますが、決定打になるような写楽さんが誰だか分からず、ペンネーム写楽斎って意味で写楽なんですねそうなんです、はい。ですからこの人はしかも数年しか活動せず、しかもこういうような大げさな絵、カリカチュアライズしたような絵っていうものが浮世絵で、これ版画で全部組み合わせて作ってるわけですから、全部バビバビ彫って、相当な労力っすよね。でセンスやイマジネーションいりますよね。いります。でこれが後に海外でものすごいもんあるねっていうことで有名になった一番浮世絵の最大のスターなんですね。これはどういう方かっていうと、スタジオさんが結局弾圧されたり、みんなそういう風に弾圧されるとみんなやるのやめちゃうじゃないですか。そうですね、睨まれるから。そういう中偽名で出した最大の謎のスターなんですよ、最後の仕掛けだったとも言われています。こういうようないろんな才能を見出しながら、スタジオさんはこの政治っていうものを睨みながらも、時代の中で江戸の風俗というか商人文化を支え続けてヒットしていった、ビジネスとして当てていったビッグなビジネスマンだということになりますね。まあそんなこんなの中で、藤波秀樹さんという政策の方が狙う、あの語る狙いとしては、この方はキリンが来るちむどんどん大奥等をやっている気鋭の NHK プロデューサーの方です。なんとこの藤波さんがスタジオ企画を森下さんに持ちかけたんです。すごいですよね、教養もあって。作家の方があれでっていうよりは、この藤波さんが、いや NHK 側としてこれ大河でいけますからやってみませんかっていうことを持ちかけていて、森下さんに書いてみませんかって持ってってるってことは、この藤波さんが全て知ってるってことですよ。これならいけると思ってるってことですね、過去も何本も手掛けておられるわけですから。こういう藤波さんが影の中心人物、ある意味スタジオじゃないけど仕掛け人はこの藤波さんだということになりますね。藤波さんはベラボーっていうことに対しては、1700年代は町人文化が花開いた時代であり、時代劇の時代でもありますと、べらぼうなスタジオが江戸を舞台に躍動する、市井の人々の生き様や喜怒哀楽を描く娯楽時代劇としてお届けしたいと。大奥もそうかもしれません、娯楽時代劇ってところに藤波さんの何らか狙いがあるわけですよ、はい、それを森下さんがどのように描いてくれるか、そして横浜さんらスタッフ役者さんも含めたり、そういういろんな演出する人とかも含めて、それをどのように表現していくかってことが2025年が今から楽しみだってことに
になりますよね、はい、そんな中最終的なまとめとしましてはベラボー・スタジュー映画の夢話見どころとしましては森下さんの思いを中心に表現しますと多様な町人文化とベラボーなスタジューでベラボーっていうのはお分かりだと思いますけども非常にっていう意味ですがベラボーな値段とか言いますよね、まあ、もちろん江戸弁東京弁です桁外れなって意味もあるのでそっからベラボーめーって言うとなんかもう訳の分かんないやつとか波外れちゃったやつとか常識外れなやつみたいな意味があるわけですよね。でやんねえベラボーめーっていうのは何言ってんだバカ野郎って意味になりますからなんだいい加減にしろよってやつに対しても使う言葉だったんであえてスタジューをベラボーな人間だったとこの時代のという形に持ってっている意味だいい意味でバカ、うん、バカになれる常識外れなことができるって人なんでそんなスタジューが吉原の文化役者の世界泥棒たち心中そして平賀源内なんかも出てきます。一方ではきな臭い政治の世界成り上がりの田沼意次サラブレッドの松平定信海抜一橋春貞将軍の裏で実権を握った一橋家の二代目の人ですけれども、うん、こういうような人たちが政治の世界でもうごめく中ですね天才があったり思惑があったり野望があったり罠があったり暗殺があったり暴動があったり転覆があったりいろんな中でですね戦なき時代ですよねとなんか一見平和な普通の時代なんじゃないの江戸時代のさではなく、はい、そんな時代だからこそどう生きるかという戦いがあったということですよね、うんいろんな意味でその波を見抜き波に乗り波を作りでも最後は弾圧されたということで波にも飲まれた一通りの経験をしたドラマチックなスタジューの夢中な生き方に注目したいと、うん、いうことですよね。いかがですか南吉翔。いやスタジューさんはあんまり知らないので、うん、この内容がめちゃくちゃ気になります。そうですね。ですから鎌倉殿の13人があってどうする家康があって光る君絵があって今度スタジューベラボーということになるわけですけれども、うん、ベラボー自体がどのようなものに描かれるかはまだ全容が知れませんけれどもどん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 なんか特定の人ではなくていろんなニュアンスが出てきたりいろんな人物像が出てくるような近年の大河でもなんか娯楽的に面白くて重厚っていうよりはいろんな面が見えるっていういろんな表現が楽しめるっていうようなものになっていくんじゃないかというふうにも予測されます。また情報が出次第随時ご案内していきたいと思いますのでお楽しみに。今回は2025年の大河ドラマがベラボーに決まったということだけご理解いただければと思います。今回の動画は以上です。南吉翔とお送りしました。それではまた。